さあ始まりました。はい、それでは、今回2回目の母心のお茶でも飲んできなー。よいしょーっと、今ね、ちょうどね、お茶を入れさせていただいておりますけれども、早くも第2弾ということですが、好評いただきまして、こちらのゆっくりと、皆さんとお茶を飲んでる雰囲気で、ハードルを下げに下げたゆるりトークをするという企画でございますからいや本当にね、オチもない話で申し訳ないですけれどもうちの母親がね、面白いと、あ、そうで、ちょっと短いんじゃないかと、お茶をするにはと。だからね、これを見るという段階ではもうすでにこうお茶が入ってるという状況が望ましいですね。じゃあ皆さんもこの時間を使ってよかったら、まあ別にね、ペットボトルのお茶でもよろしいですし、でもいいです。ちょっとお茶飲みながらゆっくりとお時間をね、過ごしていきたいと思います。どんどんね、話しかけてください、画面に向かって。画面に向かって。ね、それがいいですよ。一緒にやってるわけだから。これでも、島川さん、多分登録者数とか再生数がある程度いけば、生配信でこれできますから。それやりたいね、お茶しましょうって。この時間に一緒にお茶しましょうっていうので、ここで実際にやることもできるので、で、結構ね、その皆さんお茶菓子に関してまずはね、私いろんなのをご紹介していきますけれども、ネットで取り寄せられるようなね、お茶菓子、美味しいおすすめあったら、ぜひね、ちょっと教えていただきたい。なるほど、そういう情報を、例えば、ちょっと待って、ちょっとまずあの喉湿らせてからね、すいません。どうも、いただきます。お茶でも飲んでからやったかすいません、あのざっくり決めたもんではあんまり覚えてないんですけど、母心のお茶でも飲んできな、飲んできなね。はい、じゃあまず湿らしてね。ちょっと薄かったか。でもまあまあいいの、これでこれでいいのよ。ちょっと今話途中になったけど、はい、あれね、確かに取り寄せできるものとかは実際島川さんが取り寄せてここで紹介するっていうのも可能だし、まあ例えばあのこれをもし見てるね、富山とか福島とかのお菓子屋さんとかもこれ紹介してみたいな送ってくれたらやりますよね。やるやる。まあその代わり手元にないと紹介できないからね。あ、そうね。もしこれ見てるお菓子屋さんとかいたらぜひあのでもね、そうは言っても送りますよっつってさね、例えば生菓子とかだとその日には無理だからねそうタイミングね。そうそうそう、だからツイッターと髪の生えたお菓子紹介したってしょうがない。ツイッター、ブログ、まああとは YouTube のコメントなんかで情報いただけたらいいですよね。そうね、ということで今日ね、私あなたにぜひねおすすめしたい。あら、ありがとうございます。あの浅草向こう島ね、はいはいはい、はい、ございますけれども、そこにあるね、草餅の名店。草餅の名店、しかもお店の名前に草餅って入ってたらすごいでしょ。お店の名前に草餅って入ってる、普通は例えばなんとか菓子店とか、はいはいはい、なんとか菓子を、菓子舗で、なんとか屋とかあるじゃん、はいはいはい、ここのお店の名前は自慢草餅というねこういう名前で売っとるわけです。初めて見る方ごめんなさいね、これ私の自宅で島川さんの息子さんもいまして、今子供下には4人ぐらいなので、下の保育園状態になってますんで、声が聞こえますけどね。今日は私出来たて持ってまいりましたよ。向島名物元祖ですよ、草餅。草餅、草餅ってどう？いや好きよ、好き好き、なんとも言えない、香りね、香り、こういう風に。オープン、タランタンタンタカタン。あら、なるほど。こんな草餅って何の草？これヨモギ？ヨモギでしょ、草餅は。それ以外の草入れるわけない。いろんな草あるじゃない。いや、いろんな草あるけど、これはヨモギでいい。これがね、絶品でございまして。いいですか、これじゃあ。いいでしょ、また。このご時世ですから。手で取るわけですから。フォーク一応あるんだよ。刺して取るのもマナーよろしくございませんでしょうか。草餅、はい、
俺もテレビ行っちゃっていい行っちゃっていいと思うよ、これ。いただきます。これが美味しいのよ、これが程よい大きさでね。あー、いい香り。あー、よもぎとね、ちゃんとお餅ですから。いただきます。これあれね、餅が主役だね。あ、そう、なんか感覚的に。あなたいいこと言いますね。あんこ、まあこういうさ、おまんじゅうとかであんこメインで食べちゃうけど、これはお餅が主役で、あんこがいい脇役になってる。うまい。よもぎのね、深い香り、味わい、あと餅がなんていうか、このなんていうか、こう柔らかい、うん、こう割とちょっとねっとりっていうわけではないですけれども、しっかりとしてるよね、うん、食べ応えがあって、うん、これ美味しいでしょ、うん、はい、取ったら起きたくなくなるんですよこれね、これさ、あんたいいこと言ったけど、うん、まあ賞味期限はその日なんですよ、うん、ぜひね、あのコロナも収束して、うん、浅草にお出かけの際は、浅草からだとね、歩いて結構あります、うん、あのお調べいただきたいけど、この自慢草餅屋さんはね、あのなぜ餅が主役かって言ったら、はい、これよもぎ餅っていうとさ、草餅っていうとあんこが入ってるの定番じゃん、うん、これ実はね、このお店はあんを入れてない、このへっこんでる状態の草餅も売ってんのさ。へえ。これがね、要はあんが入ってない、あんを抜いてるあるだけだから中がくぼんでるでしょ、うん、でそこにきな粉と蜜をかけて召し上がってちょうだいっていうのもあるわけ。あら、それも美味しそう。それも美味しそうだけど、今日は草餅一本でいこうと思ったからね。あ、いいね。そう、でも あんたそういうのにわざわざこうかけてどうするかなとは思ったんだけども。好きだよ好きだよ、かけるのいや、こないだもほら蜜かけんのあったからさ。かけたよでも美味しい。ちょっとこれ美味しいでしょ。美味しい。私やっぱりね、紹介はやっぱりね、美味しいのを紹介したいなと思って。ああ、なるほどね、うん、何でもいいってわけじゃなくて、やっぱりね、1個食べるともう1個食べたくなるわけ。これ我慢しよう。あとはもう1個いく。もう1個いいですか。いいよいいよ、食べたい、うん、あとマジ美味しい。お宅のご家族の分だからありが、毎回ありがとうございますね。あ、そうか、そうすると奥さんと子供2人だから、うん、私も1個いいんだ。うん、大丈夫。ダメだよ、物取りだ、物取り。忘れてた後で一応ね、美味しく、美味しそうに見て、ね、ちょっと見てもらえる、ちょっと後が撮影しますんでね。まあもう出てると思うけど、ご覧いただいたと思いますけど、これがさ、なんでこのお店知ったかというと、うん、ここうちの事務所のさ、社員さんに一人この辺の近くで住んでるのいて、うん、で、うちの社長がさ、草餅食べたいと、うん、なんかで、なんか美味しいお店ないかしらなんつって言ったら、そこありますよなんつって、私一回買いに行ったのがきっかけなの。これよもぎの、うん、しっかり入ってるでしょ。そう、なんていうの、うん、よもぎを感じるよ、すごく。だからいいのよ、歯触りというか、うん、細かいよもぎを感じるぐらいしっかり入ってる、うん。今さ、あの大体こう売ってるよもぎ餅ってさ、こういう風にちゃんとよもぎがもう見えなくなってるじゃん、うん、すりつぶしてあるっていうか、まあパウダー入れればそういう色合いになっちゃうっていうかね、うん、でもこれはしっかりと使ってありますから、ほんと、なんといっても向こう島名物元祖草餅ですから元祖、そういうの弱いよね、うん、あれなんか、うまっ、うん、ありがとうございます。自慢というね、また文字がいいんですよ、うん、自慢っていうのは自慢しますの自慢じゃないの。志という字に点々書いてある。志に点々、だから普通は志望動機とかさ、志望校とかの志、うんうん、で志に点々だから字、うん、で満はあの
満足の満に、うん、ひらがなのんで自慢草町。ああなるほど、自慢草町と。なるほどね、うん、美味しいですよ。いやでもこれ好評だったのこのコーナー、なんでだろうね、うん、みんな飲んでる感覚だって言うんだけど、やっぱあれじゃない、気張ってない企画だからこそ島川さんが生き生きしてるの。私がかい、これがだって大喜利コーナーイエーイ、あ、やだやだってなったら嫌だやだ、嫌でしょ。やっぱね自然体がいいよ自然体が自然体がやっぱりね、最近読んでる本あるんだけど、本読んでんの、うん、それは政治家のさ、うん、まあ、特定のは言わないよ、うん、どの政治家とか言わないけど、スピーチライターっていいの？あ、なるほど、スピーチライター、要は喋るやつを台本書いてくれる人ってこと。そう、だけど日本でスピーチライターって認識はまだまだ低いんだって。イメージ、なんか勝手なイメージだけど、海外、特にアメリカとかはそういうイメージだよね、うん、でもスピーチライターって海外、特にアメリカなんか特に認められてる職業なの、うん、で原稿を見てスピーチライターが書いたものを見て読むのが当たり前のことなの。でも日本人の場合って自分で自分の言葉喋んないとダメみたいな風潮あるじゃん。確かに読んでると評価下がるみたいなイメージあるし、若干まあみんなも持ってる人もいるかもしれない、うんうん、俺も多分あるもんね、自分の考えどうせ読んでんだって見ちゃうところもあるもんね。ああ、だけどその今読んでる本を見ると、うん、本当に自分の気持ちとか感情とか表現とかも反映させて、大事なスピーチになればなるほど何回も書き直ししてんだって。逆にさ、その、うん、なんつうの、例えば島川さんが今から、うん、こう公の場で喋ると、うん、でスピーチライターがいます。このスピーチライターの人は、うん、島川さんの気持ちを代弁する、そうそう、それともなんか俗に言うこう言っといたらいいじゃんってやつを書く。あのね、2つなんです。それは時と場合によるけど、うん、政治家の先生方の場合は責任が出るし、うん、その全部記録に残っちゃうから、うん、その喋ったことが政策の方針とか方向づけも決めてしまう、あるいは喋る場所によっては外国の政府、他の国が、あ、日本はこういうスタンスだということで、どういうふうにこう取引をするかとかっていう材料になっちゃうわけ、うん、判断基準になるから。なるほど。だからその政治的な意図もあれば、役所とかさ、お役人の官僚の意向もあれば、うん、政治家本人の意向もある。そこも汲み取る。こう、これが一体となって政策を打ち出していこうってならないと、いいスピーチにはならないんだって。だから単純に、うん、今日本でよくあるつまんない失言だ、ああだこうだどうのこうのもごたごたしてるっていうのは、そういう職業がまだ認められてないっていう国だからそうなっちゃってるってこと。認められてないのと、ちゃんとしたスピーチの方がいないからだね。スピーチライターという人が、スピーチライターの方がいないから。4は簡単に質問する人は自分の中で秘書さんなり政策秘書さんなりで、うん、その中で、答弁書を作る、質問書を作る、まあ、ある程度そういうふうにやるんだろうけど、要はプロっていうより、うん、そのスピーチ書く、のがうまいような人がやってるだけって感じね。そう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 、自分の部下とか秘書とか周りの、そう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 。だけどトップクラスになると、そのスピーチライターの人たちもトップクラスなわけよ。じゃあ例えばさ、うん、オバマ大統領のさ、うん、いろいろ名言残したじゃん、うんうん、Yes, we can, we can、うん、とか、いるの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 、あれとかやっぱライターさん書いててこれだっていういい曲できたみたいなテンションってこと。いや、それがね、れそうじゃなくて、うん、多分だよ、多分だけどいっぱいあるのよ、そんなのって、うん、こんなこの言葉使う、こういう風に言いたい、こういう気持ちを伝える、なんとかってやり取りした中で、あ、これいいね、これ使おうか。最終的にはやっぱり喋る人の判断だから、うん、なるほど。そうで、過去の事例とかこういう引用も
この話をここに盛り込みたいとかって言ったら、またそう各専門の人が書いてっていうね。だからその人と絶えず一緒にいないと。だからさ、漫才もそうじゃん、一緒にいてどんな感じかどういう考えかっていうのがあって書くやん。で私が逆に言うとそれを喋るわけやん、台本があって。でその日本人がよく間違えるのはゴーストライター。まあまあイメージで言うと悪いイメージの方になっちゃうよね。そうそう。でゴーストライターっていうのはまあはっきり言うとそのあまりこう良しとされてないというか、ちゃんとした職業ではないわけよ。例えば作家さんっていう職業の人が他の人に書いてもらってるっていうイメージだもんね、うん、その人は本当は書いてなくてゴーストライターっていう、ね、そう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 、そういうイメージに確かに近いかも。そうで、スピーチを書いてもらってる日本人の考えだとね。そうそうそう。だけど喋るスピーチっていうのはスピーチライター、喋る原稿を書く専門の人がいるってことよ、うん。まあ確かに政治とか特にまあ上に上がれば上がるほどそのコメントで国家間の取引確かに大きい影響を与えることはあるね。ある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 。日本はこういうスタンスでいますよっていうこともなんかね、その表現一つで相手の国を牽制する。例えばアメリカで喋ることでも、うん、例えば中国ロシアをきちっと牽制するとか、うん、なんかそういうあの意味合いも込めたりとか、なんかそういうのもあるらしいよ。もっとお笑いの本読め。理解できないんだ。なんでスピーチライターの本読んでんだよ急に。しかも自分で言っとったやん、書いてもらって喋る方をする。なんでライターの本読むのよ。いや書く人の気持ちをちょっとでも知ろうかな。直接聞け、そしたら。スピーチライター通して聞くな。俺の意見とちょっと変わってるだろう。あ、そうかい。変わるだろ、それは。あ、そうかい。自分の都合の利益取ってるだけだ、それは。なんかさ、私別に今こんな話になったけどさ、うん、私こう、やってみたいっていうかね、うん、あんた今さ、絵本書いてね。それは私が喋ってるじゃない、うん、で、私、あなたのその話の、オリジナル性とか才能って面白いと思うわけ。あ、そう、うん。であとはさ、世の中の人が認めるかどうかもそうだし、あんたの努力、うん、ブラッシュアップも必要よ、うん、今はとりあえず、うん、まあ、こういうね状況だし、うんうん、思いついたやつどんどん、あのね、やっぱね癖なんだろうね、うん、よく奥さんにも言われるんだけど、うん、絵本書くっつったら気合い入れて一から書き方勉強しようとかネット調べたりで本買ったりとか、うん、1個に集中しちゃうわけ、うん、どうやるか、うん、で何回も書き直したりして絵のクオリティ上げたいってなっちゃうんだけど、うん、これって俺の中でいいとこでもあるかもしれないけど弱点なのよ、うん、あ、分かってるね自分のこと。 LINE スタンプもそうなんだけど、うん、やたら時間かけてやっちゃうの。ちょっと待って、新しくね母心 LINE スタンプ第2弾出てるから。そうよ、ぜひお求めください。お茶のお供にいかがですか。LINE スタンプお供になんないから。いやいやいや、例えば今時間あるからここのお茶でも飲んできな専用スタンプみたいなの作れるわけじゃん。お茶飲みながらおすすめですとかそういうのもこっから生まれるかもしれないじゃない。だからそう、スタンプもそうなの、時間かけちゃったりするから、うん、もっと気楽に作ろうっていう感覚で、うん、ゆるゆる絵本も今気楽にとりあえず思いついたやつ、別にオチどうのこうのとかいう、あ、こういう話面白そうだなみたいなのどんどん今、あ、そうそう、作ってるでやっていくうちにですけれども、結局ブラッシュアップされると思うわけ。ただまた凝り性が出てきてるの今またダメなところ、うん、もう思いついたら1時間2時間でバッて書いてたの最初だったけど、やっぱ今1日2日かかっちゃうから、うん、それもちょっと勉強したの、あの絵本のやつ見たら11ページとかある程度こうあるんだなっていうのもあるので、うん、ページ数もそこまで伸ばそうとか、あのね、あんま長いのダメだってね、息子に読み聞かせるのに長い絵本ってもう夜眠いのにへこたれるから、あの5枚ぐらいだな言ってもいやでもきついんだよ読み聞かせ。全部で今11ページ表紙別11ページが基本らしい。あ、そう。だからめくってここで1、2だからね、うん、逆に言うと子供とか、うん、そういう一つメッセージを込めるとかね、伝えたいことあるっていうと、その中で大体伝えられるってことだよ。
まあ、だからまあ今いい機会としてそれはプラスとして私は考えて、うん、でこれも別にやんなきゃっていうよりも思いついたらやってみるで、うん、今だから、まあ、もちろん漫才もそうなんですけれどね、うん、例えばこれからリモート的なものになってくるって言った時に漫才できないわけじゃん、うん、漫才ってその場に2人いてやっていかないといけないとかっていう時にあなたが作ったものを私が喋るという、うん、例えば落語ね、落語という表現方法を使ってあんたが考えた話を私が喋るっていう、これ結構ね2人の合作としては面白いんじゃないかなと思うわけ。それがいや、いいか悪いか別だよ。だけどこう画面でどうもって出てきて作席圧して出て私が一緒にリモートでできるわけ、まあまあな、例えばだけど、だからどっちかっていうと、うん、こうそうで、例えば今絵本を YouTube で配信してるじゃない、書いたやつを朗読っていう、うん、それのもう一個上だよね、うん、だからそんなさ毎回出すことはできんわけだけど、やっていく中にあこの話感動かもとか、うん、そういう話あったとするじゃん、それを話だけにするわけよ、文章だけ。それでオリジナルだったらミニでいいの、ミニ小話になっちゃうよ、小話だとダメだよ。小話だと枕になっちゃうもん。だから、ファミリアみたいなもんよ。ああ、前、ちょっと昔お芝居作った時があって、うん。そうそうそう。あれも思いつきだもんね。こういうでもあれを私、こういう話どうって言われた時に目の前で泣いたのよ。それいい。それお芝居にしようってなった。ね。笑いがあって涙があった。あの感覚ってやっぱあんたに持ってる才能だから、それ見た時に私の心が動いた時に絶対伝えられると思う、まあ、よくある話も多いけどね、そういうあのストーリー的に、ね、うん、まあね、いやでも結果的にあんたの発想が映画になっとったよ、同じ感じのやつ、あそうそうそう、お父さんが帰ってきた、ね、で家族にしか見えない、そうなのよ、なんかそれ映画なってたやん、あの花とか、あの花ってあったじゃんアニメ、あれの前だよ、もっと前だもんね、昔だもんね、もっと前だよ、だから誰も発想出してないしネットもないから、まああってよくある話よ、だ単純に死んだお父さんが成仏できなくて帰ってきて、なんで帰ってきたのかだから、ね、そうそう、その原因を探すっていうの話を作って、まあ家族にしか見えないからここでコメディもできるんじゃないっていう、お笑いもできるしっていうので作った話、うん、まずはあの話を落語にするっていうのはもういけるかもしれないね。いや文章俺文才ねえんだよいやそれはこういう構成でこうこうってやれば私がある程度会話にしちゃえばいいわけだから、あ、まあ、落語を書いてみるってやったことないから面白そうだけど、ね、オンラインで私が喋ってみてあんたはこう聞いててさ、そこ今のもうちょっとこうしようかみたいな。いや俺は逆に、いや逆に話したらあと自由に作ってくれって思うけどね。ああちゃんとオチがしっかりしてりゃね。ああいいかなと思ったの。オチとかやっぱ残ってる、歴史的に残ってるオチだから。いやいいオチあんだ、気持ちいいのよ。いいな、スカーってくるね。スパンってくるもう。でちょっと目標ね、うん。今絵本ちょっとやってて、うん、なんかねいろいろ。やんなくちゃいけなくて、うん、絵を描くのでお仕事っぽくいただいてるのもあるから、うん、ちょっとあでもねあのこの間コメントくださいって言ったら結構いただいたのよ、はいはい、あそう、うん、あのお家でできるような手軽な茶菓子料理の対決してほしいとかありがとうございます、ありがとうございます、あとはね、そっか質問でも答えるよってね、そうそうそう、あとはいろんなネタ好きなんですけど、お二人の中で好きなネタありますか、うん、好きなキャラクターありますか、好きなネタ、キャラクター、うん、なんだろうな、好きなネタっていう好きなキャラクターは一緒に住んでる時から、まあ、漫才のネタじゃないけど、うん、あの旅館の番頭さんみたいなキャラクターやるよね、やってたよ、わかんないけど一緒に住んでる時に布団敷く時になんか嬉しすぎて変なキャラクターになるっていうのが、うん、俺はめちゃめちゃあれ好きやったよ、だからあのキャラってまだ残ってて自分の中で、息子のさ朝寝癖直すんだけど、うん、寝癖を直す時にさ頭こうやってさあこうジャバって出るようにするわけ、ちょうど頭乗っけられんのよ、はいはいはい、洗面所って、うん、息子大きくなったし、
でタオル敷いてこうやって洗いながら、お客さん今日どちらからいらっしゃったいや、そうそう、こんな感じ。そうですかって、どの辺にお住まいでとか、いつも誰と遊んでるんですかとかいうのを普通に息子も会話するからあ、これ多分番頭おじさんのこれ名残だなと思ってこの番頭おじさん面白いんだけど、うん、なんつうのかな、ネタにはしづらいよね。なんか面白いっていうか、あの笑い取るおじさんじゃないもん真面目に仕事してる、ねうん、人がいいおじさんだから僕が好きはそんな感じかな。一緒見ながらお茶しましたとかね、番頭おじさん、この時間に見るとお腹が空いちゃうから食べたいとかね、一緒にお茶飲んでるみたいで楽しいです。いや嬉しい、いろいろいただいてありがとうございます。そう、ここのコメントはいっぱい増やしていきたいから、うん、またアップしたら、ね、ぜひ質問等でも どうよ私のちょびひげおじさん、カリスマ語り部。カリスマ語り部、俺は個人的にやっぱ絵本、まあ、ゆるゆる絵本って書いて、うん、読んだ後のやっぱ感想を楽しみでしょうがないね。どう撮ってるかなって、ね、中にはね、なんだこれって思うのあるわけ、読んでて。今だって YouTube この時点で出てるのは2本でしょ。これから出ますね。でも4本5本ぐらいは、うん、あるわけですから。あって、ただちょっとストップかけようかなと思ってるのもあるんだよ。どれ。いや、なんかその絵本のコンクールみたいな応募しようかなと思ってて、うん、未発表のものって言われて YouTube はいいんだよね。どうなんだ。いやでもやめた方がいいよ、それだったら。それは言っといてね、私に。頑張ってやりましょう。何作か作ったやつでしょ、うん、応募ちゃんと書き直して応募しようかなと思うのがあって、それはちょっと未発表の人とかいいのかなちょっと思った。あ、そういやさ、この間これ最後の話しましょう。もうさ、30分ぐらいいってるから、うん、基本編集しないんでしょ。これ基本編集しない。これ長いよこれこの間短いっつって次すげえ長いっつってさ、いや、いや喋りたいことあんのよ。何。ナレーションの仕事してきた。ああ、言ってたね。どうだったん。あのテレ東さんの番組でシナプシューっていう教育番組みたいなやつ、数数えるとか、おいろんなキャラクター出るとか、そういうのがあって、そういうやつだったんだ。で来た話が浮世絵、この浮世絵で、いやこれついに仕事につながったの、これが。でこれがつながったんじゃなくてこの本当の浮世絵があって、そこにレーンで例えば、ケーキが来たら、はい、この浮世絵の人がこうイチゴを置いていくんだけど、うん、それに私が、セリフを乗っけるっていう。どういう感じで。イチゴ、あ、イチゴ、あ、イチゴまだまだとかアドリブ入れてくださいっつってさそんなんだよ。で赤い花来た、黄色い花来たって、赤、あ、黄色、あ、白っつってきたら次上にもう一人出てくるからいい、ちょっと高いスタイルで、赤、白、黄色とかいろいろやってるわけで、極めつきがさ、そこ月金でやるらしいの、うん、ぜひちょっと都内の方は多分見れる。ある意味レギュラーみたいなもんそれ。月金で、そう、一瞬だけだよ、数数えるって。私の中で面白いなと思ったのは、上からねこう紐引っ張ったらカツラが落ちてくるの、うん、でつるっぱげのこう浮世絵みたいなのがどんどんレーンで流れてくるんだけど、引っ張っていいよって言った時はちっちゃいカツラが、ちっちゃい毛の短いカツラが乗っかるの、うん、はいはいはい、で長いカツラが乗っかった時はいいよってやってっていうわけこれがめちゃくちゃ難しいわけ出てきてこうやってどんどん出てくるから、いいよ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 ってそれで、いや、ちょっとこんなに下にぎやかだったのに急に静まり返っていました、子供たちが。そして録音終わったらスタッフさんがイメージ通りですありがとうございますってこんなね、歌舞伎漫才やってて役に立つことあるんだと思って、ちょっと頑張りましょう。楽しかったよ、うん、いやそういうふうに俺なんかやっぱ、うん、島ちゃんがそれってある意味芸人じゃないとできない仕事じゃん。そうだね、そういうのはちょっと嬉しいのよ、うんうん、最初ドキドキだったけど、どうしたらいいんですかなんて言ったけど、うん、いやこれいける、いいんじゃ、教育番組進出、芸人の一つまた一歩ステップでしょ。そうでしょ、うん、ありがたい。これもあの名人寄せ、はいはい、出たじゃん今年、うん、それでスタッフにいたお若い女性のスタッフさんがこの企画だったらぜひっつって、あら
だからつながっていったのよ。いい仕事のさ仕方だなって。いやいや頑張りましょう、うん、これは皆さんも大変やと思うけど、ギャラの問題で私一人だけになったみたいだけど、うん、でもうちらは一応折半なんでそうだね本当入るかどうか入んねえだろうな入んねえだろうな、うちは個人の仕事は個人だからなそうかそうなんだ、入んねえんだね、なんとか言ったらギャラがこれに変わったみたいなもんだ2個いただいてもうた俺。いや言っとくけどこれ毎回自腹だからね、これ別に経費出ないからね。いやだから本当にね応援してもらいたいよこの YouTube チャンネル。ちゃんとお願いします。でうまくいったらみんな固定資産税とかもなんか保証は来ねえのに支払いだけいっぱい来んだ。いやそんな人今日本全国だから。みんなも思うでしょそれね。まあそうだよね、年金とまとめて払ってこれ帰ってくるか分かんねえ年金をこのタイミングで一括きついなこれ。いやだからみんなで支えてみんなで頑張っていかないといけないのよ。いや本当に、あ、まあ、ちなみにうちだけの話で言うと、うん、今日が最後ですから、ね、1万5000円生活。あそう、1ヶ月1万5000円生活出た、多分クリアをする。食費1万5000円すごいよ。いろんな方から援助、福島の水野さんからはイチゴもらったり、メガネの酒井さんから救援物資いただいたり、お裾分けもらった、ありがとう。桂竹丸師匠から牛肉を送っていただきまして、マジかい、すごいね。竹丸師匠はすき焼きをいただきました。しかもせっかくだからこれもコスト削減するためにうどんは手打ちで自分らで打って頑張って、一応ね、まあ、それは仕事ってお金あんまなってないかもしれないけど、家族楽しくこう生活していくためにやった企画なんで、うん、まあ、それはそれで、あなたもいい経験をしてるし、今しかできないこの時間をすごく大事にしてらっしゃるっていうのは伝わってきましたね、はい、だから今はやっぱ途中ね、漫才すげえしたい、なんか仕事してない不安っていう気持ちはあったけど、ちゃんと落ち着いてみんな大丈夫だってなってからやる仕事だから言っても、そうじゃないとね、今必要じゃないんだよ。この非常時にあはほほってね笑うっていうのは現実逃避ですから。でも不安になるって不安になるともうその腹据えていくしかないのよ。だから皆さん見てる皆さんも一緒にちょっと頑張りましょう。うん、はい、じゃあありがとうございます。これ長い時間付き合ってもらってね、これ生配信にしたいね早くね。多分 YouTube できると思うので、うん、もしかしたらちょっと調べてもらってもいいですかね。ちょっと分かんないな。じゃあじゃあじゃあしばらくあれ多分もしかしたら1000人超えの4000時間超えたらかなんか条件がもしかしたらあったかもしれない。うん、分かんないけども、生配信すぐできるならばそっち変えてもいいかもしれない、ね、そう、分かりました。というわけで、はい、以上はね、長くお付き合いありがとうございました。ぜひあのお知り合いの方いらしたらね、一緒にお茶するようにねお誘いしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。あとおすすめのお菓子も情報あったらお願いします。待ってます。バイバイ。